はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。コーリング黒木着信パート9やっていきたいと思います。はい、というわけで前回はですね、病院で看護師の日比野さんの日記を、探し回ってね、はい、そしてもう全部集めたら1階から何か緊急で搬送されてくる方がいるので見に行こうという感じですね。はい、最後の方でなんか院長がドワーって出てきましたけども、まあそんなの気にせずまあそんなの気にせず、はいはいはい、コントローラー有効できてね。はい、ではやっていきたいと思います。いいね研究だからあっちか、あっちから来そうだな。行こう。もう速攻で行こう。おお。どこだ、ここは。ほい。では、録音して。はい、では、何が聞こえてくるか。左下肢、骨折の可能性大です。左脇腹に打撲痕、痛みがあるようです。頭も強打しているようですが、意識はあります。しっかりしてください。私の声聞こえますか？頭打って、てれん。この病院、そうか、あの交通事故の時運び込まれたのはここだったんだ。今日は顔色いいね。元気になってきた？うん。あ、あの、ちょっと聞いてもいいですか？何？事故に遭った日、私この病院で人と会う約束してたの。でもチャットの知り合いなんでハンドルネームしか知らなくて、ここに入院している人だと思うんですけど、黒猫ってハンドルネームの人なんですけど知りませんか？知ってるわ。つい先日元気に退院していったの。本当ですか？でもごめんなさい、病院の規則でこれ以上患者さんの情報は教えられないの。そうですか。そうだ、日比野さんだ。私を担当してくれた看護師さん。でもどうして日比野さんが例に。いやー、ちょっとね、知ってる、この先知ってるからだけどね、ちょっと悲しいな。いやー、日比野さん、悲しいな。いや、普通に泣きそうになった。わいわい、はしゃいはしゃい。あれ？あれ？もしもし？あ、白井さん。もしもし？その声は、まさか君が出るとはな。お、鼻声、そこは鼻で悪いんじゃない？はい、そうです。ええ。どうして白井さんが？病院へ転移しようと思ったんだが、まあ、それはいい。それより、よく聞くんだ。はいよ。教会にはいろんな場所が点在するが、これらが発生したことの発端は、その黒宮病院にあるはずだ。まあそうだな。それってどういうこと？平たく言えば、黒のページを使って我々を教会に引きずり込んだ犯人がいる。うっがっ白井さん、もしもし、白井さん、私たちを教会に引きずり込んだ犯人ってどいしょい普通にビュー。あー、でもこれ
後ろじゃない、後ろじゃない。一人ぼっちはつらい、寂しい、だからみんなを呼んだの。普通にもう、あなたも、あなたもここの一部になるの。おう、うわっ、くるっきーん。よし、正面行こう。階段は通れない。あー来たね、足でしょ。よっ、キーン、よっしゃー、調子いいぞ。ウィーピン、よしピニーンで行ける。逃げるったってな、逃げれないじゃん。あーごめん、ピーンいいぞ。あかんが、あっちーん、チンって言った、チンって言った。開かねえじゃねえか。あ、あ、チンって言った。開かないんかい。プリン、よし。いいぞ、本当に調子いいぞ。どうしよう。チン、チン言ったけどさ。チン言ったけど、まあ、電子レンジの何かが鳴ったのかな？うん。よっ！魂すげえ上だった気がする。魂だね、食堂で食堂。あ、失敗した。早まった。よし、まだ半分、半分、3分の1ぐらいじゃない。あー、どうしようどうしよう。あ、終わった。あ、ちょっと待って、サウナってここだ。よいしょ、もう一回録音します。よし、もう1時間か。あ、1時間も、もう来ないのかな。今日の約束は嘘だったのかな。他の人と同じだったのかな。うわべだけで私のことなんか何とも思ってなかったのかな。信じていたのに。いや、分かっていたのに。ああ、こーい、切る。ああ、映しておけばよかった。ああ、映す。でもな、この姿映すのちょっとやだな。上辺だけでだよ、ほんとに。私のこと何とも思ってなかったのかなって感じで。おい、写真撮る感じだから。やだな。お、日比野さんいる。ちょっとない。日記。9だって、ね、るいこちゃんの症状は深刻だ。体は、日に日に痩せていく。食事をほとんど食べなくなってしまった。何度も促してみても食欲がないという。最近全くお母さんと連絡が取れなくなってしまったことも原因の一つになっていると思う。実は先月の、入院費用の払い込みがなく、経理で困っているらしい。あ、お母さんもずっと苦労しているので心配だ。お母さん、ほんと、大丈夫なのかな。さっき、レイコさんの様子を見に行ったら、放っといてと言われた。でも黙って頭を撫でてあげたら少しだけ暴れてくれた。やっぱり意地張ってるだけなんだ。本当は寂しくて辛いんだよね。来週、レッドの友達が会いに来てくれるということになってみたい。レイコちゃんにとって、ここをしばらく、唯一のうち出来事のようだ。これをきっかけに少しでも前向きになってほしいと思う。レッドの友達が会いに。いや、トラックの運転手よ、なんだよね。横断歩道を左折して気づかんかね。あ、上に行けない。下には行ける。歩車確認するよな、左見たら。左曲がるときな。たく。どこ行けんの。さっきチーンって言ったから、開くんじゃね。そろそろ店員の気がしてきたな。違うかな。部屋一個一個見ていくか。また日記読んでいくのかな。チーンって言ったっけ。わかんねえな。危ない危ない。
ない。ここは、結果書かない、処置室もう開いたけど、いるかな、見ていていた音は鳴ってない。10、はい、困ったことになった。今日同僚の日高さんの愚痴を聞いていた。最近レイコちゃん、最近のレイコちゃんについてだ。症状も良くないのだけど、精神的にもかなりネガティブになってきている。それで、身近な私たちの看護師に当たることも多くなっている。うわ、私たちにとってもとても辛い状況だ。日高さんもストレスを溜めているようなので、少し愚痴を聞いてやったな。だ、その話の内容をレイコちゃんに聞かれてしまった。うっかりしていた。本当にそれから口を一切聞いてくれない。何をやって、食事も投げ散らかすようになってしまった。あんなに懐いてくれたのに、もう一度元の関係に戻れるか自信がない。あ、私は、うん、わけない。あの時レイコちゃんを一人にしてしまった。一番支えが必要な時に孤独にしてしまったの。いやあ、まあ日村さん、黒猫さんは元気に退院したって、もしかしてあれは嘘だったの。つらいわな看護師さんって。ほんとね、なんて言うんだろう、プライベートまでは抱えかくくんと、なんて言うんだ、プライベートまでは関われないけれども、でもまあそこまで心配してやらんでことでもないって言い切れないとこがねあるからね、人間関係だってあるしな、仕事場だしね。もうあの患者さん何なのよって言ってるけど、その患者さんも一応患者さんだからねかといってその患者さんが何してもいいってわけでもないんだけど、結構な患者さんもいるらしいよ。まあ一応なんかそういう聞いたことあるからあれやってこれやってっていうね人もいるらしいからね、だからといって放っておくわけにもいかないっていう。でどうすればいいのっていう日記はもう読み終えた。あ、ちょっと待って、この日記の続きとして院長室の中入ってないな。いた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 、あーと多分中、あったあった、ほい、8、7月12日、午後3時50分、岸辺さんがこの世を去りました。うーわー、おじいちゃん、新しく孫ができたみたいだけだよと笑っていた顔が頭に焼き付いていて離れない。看護師さんになって、看護師さんになってから、あ、看護師になってから行く認可の患者さんを見届けて、その度に泣いてしまっていたけれど、こんなに大泣きしてしまったのは初めてだ。先輩に背中を刺されてしまうなんて看護師としては恥ずかしいこと。でも我慢できなかった。岸辺さんのベッドにしがみついて泣き叫ぶレイコちゃんを見ていたら、とても耐えきれなかった。ああ、岸辺さんで看護師さんも岸辺さんもみんなあの子につながっている。ああ、いやあ、えいし、いや病気に勝てないんだよ病気には勝てないんだよ。さて、あの中も見たし、次はどこに、うっしゃいっす。あ、2階だから、2階に行ったのか、こっちに行けない。ん、あったあったあった、何言うんだし、これって2階のナースステーションの鍵だから、電話してもう一回、日比野さんの携帯に出ればいいのかな。電話番号はこっちじゃない、はい、お昼です本当に夜にできなくて申し訳ないな。日比野さん、よし、997-116-286 997-116-286
9726216286で電話。OK。ごめんなさいね、間違えてた。さて、2階のナースステーションの階、こっちは3階か。携帯電話があったよ。よし、重要だからもっと行かないと。よし、ハムちゃんまた会ったね。最高。よし、で2階だね。2階にあれか、何があるんだ。まあ、ナースステーションだからな。とで、こっちだね。開かなかったよね。電話鳴っても開かなかった。あの患者を部屋に連れ戻しなさい。え？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 ちょ、一緒に移動してる。え、どこ行くの？ああ。院長。あの患者。行けた。超スローモーションだった。普通に、あの患者を部屋に戻していいですよ、みたいな。言えばいいの。あの患者を部屋に戻しなさい。超スローだったね。インターネットの掲示板やチャットが荒れているという話は聞いたが、聞いたことはあったけど、実際に目の当たりにするとかなりショックだった。ましてや身近な人がその目標的になっているならなおさらだ。なんでこんなひどいことを書き込めるんだろう。入院生活の長い玲子ちゃんにとって病院も病気も日常だ。だからこんな話題が多くなることは当然なのに、それをうるさがったり、あと面白半分に茶を入れたり、彼らは玲子ちゃんの送ってきた生活も家族の、感じも知らない。もう知らない、知らなければ何も言ってもいいの。そんなの悲しすぎる。あれ、テレチャットってもしかして、ああ見たんだね。ああ何、あの子、ああ珍しくて、でも確か病院生活の話が多いかもな。だからどうコメントしていいか変わらないよな。確かに楽しくチャットしてるんだけど、きっと病院話にしないね。闘病生活は大変なのかもしれないけど、こっちテンション下がっちゃうし、次会ってると疲れるというか、思うんだけど、夕食ってネタじゃねえ。そう、私も思った。いるよね、同情してほしいのか知らないけどさ、うつら転んで書く人ばっかり。ね、だってどうしてそんなひどいこと言えるの。なんか酔うの嫌だね。これ銀ちゃんもね、標的にされているよね。銀ちゃん一人だけ取り残されてる。私がファクスしちゃったな。もうここまで来たら確信だよね。でも最初黒のページってあんな明るい感じだったんだね。おい。あーでも普通なんのそっけないチャットサイトだよね。別にちょ、どんな話してもいいじゃん、チャットなら。チャットならっていうの。あれなんだけど。俺のさっきのコメント、どっちにも取れるよな。
どんな話してもいいじゃんっていうなら、なんて言うんだろう、悪い、その病気の話してもいいっていうのと楽しい話をしたいだけなのにっていう、なんだ、意見もなんか俺の意見ごっちゃになっちゃってるなって思った。何を話してもいいのかみたいな、何を言ってもいいってどんなひどいことも言っていいっていうのと、楽しい話をしたいんじゃなくても、別に落ち込んでるなら落ち込んでるっていう、そういう話もしていいっていう、どっちでも取れるんだけど、俺は別に暗い話をしても別にいいっていうね。あ、上ですか。はい、行きますよ、ゆいのさん、あなたについていきますよ。でもこういう恨みを生むかもしれないんだよ。病院一つ潰すほどの恨みを生むかもしれないんだよ、そういうチャットのチャットで。本当はあまり気に留めない方がいいんだけどね、うん、はい、診察じゃあ騙して、ほう、玲子ちゃん、今日はここにいたの？そう、少し顔色もいいみたいね。さ、そろそろ検査の時間よ。1階で先生が待ってるわ。日比野さんの声好きだわめっちゃハキハキしてるの好きだわ。凛ちゃんも好きだけど声はめっちゃハキハキしてね。私は治療費ばかりかかって手伝いも何もできないし、きっといなくなった方がいい。お母さん嬉しいんじゃ、みんなきっとそう思ってる。通りすがりそうだよ、通りすがり頑張るなとか5つやってんじゃん、何ね、ネットで友達ができた時それ今ちょっと誰とか言いつつやってんじゃん横やりは無視して、私に会いに行くよって、うん、自分は会いに行く横やりがうるさいし、あの、詳しい話は鍵付きのルームにいるしからねも通りすがっただけなのになうざがられてるものなこっちはこっちで通りすがりうざがられてさ、通りすがりちょっとかわいそうな気もするけどでもちょっとね、うん、やじ通すのはちょっとって、最初からもう鍵付きでやれよって思うけど、うん、そこはいいややっぱりあの時会う約束してくれる奥さんがここに入院していた朝霧麗子、ああ、会えなかったんだよ。そして私は、はい。カニ付きなら本名教えてもらってもよかったと思う。前約束をしていたのに事故にあって、もう。兄ちゃんもさ、左右見ないからや。それでいてこれだよな。
いやー、日比野さんも喋れなかったよな、凛ちゃんにはな。玲子ちゃんは心のどこかでまだ待っているはず。いやあなた素晴らしいわ。あの子を今救えるのはきっとあなただけ。いや、凛ちゃんも凛ちゃんだよな。黒のページっていう噂になってもなおね、まだちょっと探してる人がいるって感じで。というわけで時間になりました。いやー、やっぱ結構ここのシーンは衝撃だよ。いやー、ほんとチャットたかがチャットなんだけれどもね、やっぱり心の支えがないってなるとちょっとすがってみたかったけど、やっぱり周りはそこまでね、なんて言うんだろう、画面の中の出来事ってわけじゃないんだけどね、そういうふうに思ってしまってるからね。はい、というわけでここは本当に結構来るね。はい、というわけで、日比野さんがね、りんちゃんのことを、れいこちゃんのところまで導いてきました。はい。次はね、待っているって言ってるのでね、はい。会いに行くところですね。俺、ここはもう本当に心残ってからまだ覚えてる。ところです。はい。もう、会いに行くよ、今から。はい。というわけで、パート9は、今回で、これで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。